社長、はい、建売りにやってきました。そうですね、建売りやってきました、はい、まだ外壁張ってない段階なんですけど、うん、だいぶ下地も進んでいい感じになってきました、はい、で隣が前あの建築系 YouTuber たけさんから紹介いただいた建売り、その隣です、はい。サッシとかは相変わらず APW430 で建物に使ってるんですけど、ちょっと通気通湿シートをグレード高いものにしたりとか、この黒いやつですか。そうそうそう、白いのよく見るんだけど、うん、これはウルトンシートで、うん、すごいこうゴム系があってめちゃくちゃ丈夫なの、金額もすごいんだけど、うん、こういったのを使って、うん、でここはあの秋田杉を外壁にするので、なのでちょっと高耐久なメーカーの通気糖質シートとかっていうのを使ってます、うん、はい。でまあサッシとかには、うん、まあ先端にその防水シート、万が一こうサッシ巻き漏水した時に中に水がいかないようにシート、うん、サッシの下にこう敷いてるんです。こんな感じ、まあ、外はまた別の段階で秋田杉とか貼ったら取りに行って、はい、ちょっと中の断熱の秘密の状況を確認したいと思います、はいはい。社長、2階に上がってきました。はい、2階来ました。ここは今どんな状況ですか。ボード張る前の断熱入れて、うん、出て気密シートも張り終わったかな、気密処理終わるところです。一応その断熱材はこれ、はい、これがあのうちでよくとか一般的に使うグラス16キロ構成のグラス105mm、これが柱だと同じ厚さ、これを壁の中に入れてます、うん、で壁の中にこれをこんな感じで隙間なこうやって伸ばしが入れていくっていう感じです、はい、で袋断熱とか使ってる工務店さんもあるんですけど、うん、やっぱりあのいちいち剥がしてまた戻してとか、うん、結構あの気密処理も大変、テープ処理も大変なので、うん、うちはこれ使って、で別でこれ 0.2mm 結構丈夫な、うん、お本当だ、硬いビニールシート、うん、農業用とはまたちょっと違う住宅用のビニールシートなんだけど、うん、これで気密処理をしてます。でこれがね、先張りシートって言って、うん、ちょっとここ斜めになっちゃってるけど、うん、あの建て方の時に1階を組んだ後に1階と2階のこの接合部のところにこう横にこう大きい柱みたいな材料入るんだけど、うん、それに止めて2階の床をまたいでここと1階のその天井ラインにもこうまたがってこれを張られてます、うんうんうん、何やるかっていうと、これやることによって、うんうん、あの1階と2階がここでまあシートを、こんな感じでテープで処理するんだけど、うん、要はあの気密シートが連続する1階と2階、普通はまあ床で切れちゃうじゃん、うん、でもこれでつなげることによって1階の床から2階のこの天井ラインまでシートがまあ1枚になるっていう考え方、うん、これやるとまあまあシーチとかもまた若干上がってくるっていうのと、うん、あとはこれかコンセント用の気密ボックスっていうものです。ここに電気の線を挿して、うん、で本当はコーキングやらなくていいってメーカー言うんだけど、うん、一応念のためにコーキングって結構余ってあるから、まあ、ここで気密取る、うん、実際あのボックス見ればこうやって穴だらけじゃん、うん、でこれだけだとちょっと気密って取れないんで、うん、別でこうやって気密ボックスっていうのを使って、うん、外周のコンセントとかでこれが最後、うん、こんな感じ、うん、これがさっきのボックス、うん、でシートを周りで綺麗にカットして、で気密テープでつなげることで一体になる。これはだからその1階から2階のその先張りシートとかと一緒で、まあ気密テープで処理して一つの気密層を作るっていう、うん、でこれ見るとコンセントって基本的にはもうビスの穴だったり銭湯の穴だらけだから、うん、でもこれで気密取るっていうのは難しいんで、うん、でちょっと一手間とか工期がね、うん、外壁とかそういった目地で使う工期が余るんで、うん、ちょっとずつそこに合間にやってれば、うん、まあ、より安心。あとはこれがダウンライトつけるところなんだけど、ね、ダウンライト天井につけるとなると穴開けて、でただそこに引っ掛けるだけなの、ダウンライト、うんうん、なのでこういった自作の気密ボックス作って天井に気密シート貼ってテープで処理して、要は外周面の電源とかそういったところのボックスと同じ考え方、うん、まあ、端材とかでこう巻いて、うん、自分たちで簡単にこう作れるんで。売ってるんですか。でもうん、天井用のダウンライト用の気密ボックスってあるんだけど、うん、結構高いのよ。でダウンライトって数使うじゃん、うん、ここはなんか3つつけるとか、うん、まあ、1箇所で住んでるんだけど、うん、まあ、2階全部ダウンライトにするとかってなると、うん、やっぱり10箇所20箇所とか、うん、そうなってくると1つ1000円でも2万円ってなるんで、まあ、作れるものはまして材料なんか余って捨てるようなもので作れるんで、うん、これはやった方がいいっていうか、最近こういうやり方なんですけど。天井の気密とかはまだね。天井の、そう、これから気密シートを貼っていくっていう感じなんだけど、うん、天井に関しては筋交いとかあるところは基本的にはこうやって下地を入れて、でここシートを通していけないじゃん、柱があるんで、うん、
で最終的にはやっぱあの気密シートとかで処理するから、うん、何もないところだとシートにテープとうまく密着できないので、うん、こういった下地入れて押さえるようにして、普通の家見るとこういったところにこういった下地って入ってないんだけど、柱と柱の間ってただの空間になってるけど、気密シート貼るってなってこういったやり方をする感じです。あの気密取るってなると、うん、通常とはやっぱりあのやり方とかが変わるところありますよ。めんどくさいのを気密取るって大変ですね。大変だね。でも気密取るの慣れてきたら、はい、最近はいかになんかテープを少なく綺麗に無駄なテープになったりお金になるので、うん、そこは気をつけてやるようにしてるんだけど、うん、これ口みたいにしてる結構ね今の断熱材って昔と違って触っても軽くなる、うん、あ全然軽くなりました。あのマグっていうメーカーの断熱材で、うん、表面ちょっと少し硬いとかザラッとしてる、うん、若干なんかその撥水性があるとか、だからといってまあ濡らしていいもんじゃないの、なんかそれは特徴言ってた。所長、ここのボードを貼ってあるじゃないですか。これって天井の裏になるんですよね。そう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 。なんで貼ってあるんですか。例えば、うん、ここが外で、ここにボード貼ってることじゃん。で外側って、まあ、グラスウールがびっちりここまで入ってるんで、なんかここまでグラスウールがあるんだけど、まあ、グラスウールって言っても均一取れるわけじゃないんで、うん、ここシートもここまで貼っています。でやっぱりその施工ボードでバンと押さえることで、うん、シートが剥がれてくるリスクがなくなるっていうのと、うん、まあ、気流止めを強化するっていう、うん、やっぱグラスウールとただシートをここをテープ処理とかタッカーでやってここがまあ剥がれてきたとするじゃん、うん、そうするとやっぱりここがこう風流れる可能性があるんで、うん、そうすると結露とかそういったリスクになるんで、うん、基本的にはまあ天井下地組む前に、うん、上は上で石膏ボードをきっちり貼って、うん、でシートを押さえて気流止めみたいな。壁の気密シートはそこまでやる。そう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 、うん、気密シートはここもぶっ通して、まあ、これ見てわかる通りもう先に貼って、うん、ここの材料に止めてる、うんうん、ただこういったタッカーで止めただけだと剥がれてくる可能性あるし、うん、当然あのテープでも何十年って考えた時にやっぱリスクあるので、うん、こういった感じで、まあ、ちょっと余ってるようなボードとかこう貼って、うん、できちっとビスで止めてシートがこう起きてこない、うん、で空気がこう抜けてこないように気流止めっていうのも含めて必ずこれはやるようにしてます、うん、なので気密っていうところでいくと、うん、ここまでシートがこう貼られてきて、うん、でここ少し垂れ下がって、うん、ここで黒いテープで処理するのさ、うん、なんで気密は関係ないんだけど、うん、その先の気流、うん、壁の中をこう風のこう流れないように結局上にこうどんどん抜けてくるっていうと、うん、下から冷たい風がこう入って上に抜けてくる、うん、そのあとやっぱ結露する可能性がある。あとはもうせっかくね温めた静止空気、その冬とかだと温まった空気が上からどん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 やっぱ逃げていっちゃえば、うん、壁の中がね少し冷えてきて冷たくなっちゃう、うんうん、それでこういった感じで、うん、まあテープでも OK ってメーカーでは言うんだけど、うん、やっぱりテープってねいつまでついてるのかってやっぱ施工して蓋した後だとなかなか見えない部分なんで、うん、しっかりまあ施工ボード貼ってやってるっていう感じです、うん、なんでまあいった配線とかのところ見れば気密とかとはまあ基本関係ないんで、うん、気流抑えっていう考えでいけば、まあ、あんな感じでちょっと隙間あってもこれは全然問題ないのかなっていう、あくまでも気密は天井下地から垂れ下がったところで処理して、うん、壁と一つの気密ラインっていう感じになる、うん、天井裏はまた別に